こんにちは。動画作り教室のもじゃです。私は西東京市出身の動画クリエイターで、普段は動画作りの仕事をしています。いろんな動画を作っているんですが、最近はバーチャルリアリティ VR e スポーツの YouTube 配信をしたり、演劇公演の記録動画を作ったり、企業の活動を紹介する PR 動画を作ったり、南の島で日本語研究の取材をしています。そうそう、公立中学校の授業で動画作りを教えたりもしています。動画を自分で作ったり、動画を作りたい人をお手伝いして、今年で25周年になります。一つ目は、どんな動画にしようかなとアイデアを考えることが楽しいです。見る人が笑ったり驚いたりする顔を想像しながら、いつもアイデアを練っています。そうやってカメラで撮影する前からいつもワクワクしていますね。それと二つ目は、目で見たり耳で聞いたりする世界を動画に記録するカメラやマイクの技術もとても面白いと思います。あとは、そうそう、三つ目は、いろんな場所に旅ができるのも動画作りの醍醐味ですね。初めて行った場所で友達ができたり、その場所の話を聞いて知識が増えたり、お気に入りの景色を見つけたりして、そうして初めに考えていた動画のアイデアがどんどん膨らんでいくのが楽しいです。学校で作文を教わるように、動画も簡単に作れる時代になりました。 YouTube など大勢の人に動画を見てもらうだけでなく、観客と交流できる鑑賞スタイルも面白いですよね。この秋の体験塾では、私たちの住む町を探検取材して iPad で動画を作ります。もじゃが普段仕事で体験している人に会う楽しさ、新しい知識が増える楽しさをみんなにも体験してもらいながら、動画作りをマスターしてもらいたいと考えています。みんなの大好きな多摩ロクト科学館を拠点に、みんなの住む町を深掘りしてから、 iPad で撮影、録音、編集をして動画作品を仕立てていきます。みんなの町の隠された魅力にスポットライトを当てて、お友達に自慢しましょう。この秋、みんなと一緒に動画作りをするのを楽しみにしています。ぜひ応募してください。